ローマ神話とは古代ローマで伝えられた神話である。そのうちローマの建国に関する部分について歴史的事実を反映したものとして解釈した場合の詳細は王政ローマを参照のこと。ローマ人も他のインドヨーロッパ語族と同じく戦死時代から神話を語り継いできたと考えられている。しかしローマ人たちは彼らの神話を巧妙に歴史や 祭儀へと転換していったとしてこの過程を明らかにしたのがジョルジュ・デュ・メジルである。彼はローマ初期の歴史や祭儀などと他の陰縁神話を比較検討し、ローマ人の間にも他の陰縁語族と共通する神話があることを立証し、三機能体系の適応や水の神の神話、やる気のない明け者の女神の神話などいくつかの比較神話学的最高を主張した。 デュメジルの主張の中で特に論争を呼んだのは、ロームルスもレムスも沼、ポンピリウスも、そしてサビニ人でさえ、純粋な歴史上の存在ではなく、神話の中の存在が、歴史に読み替えられたか、または、歴史的な存在に当てはめられたという説である。デュメジルは膨大な著作を表し、自説を裏付けるべく、精力的に活動した。しかし、 近年の研究の成果によって伝説とされていたことの一部が史実と証明されており、そのため神話の歴史仮説が疑問視されるのは不可避である。古代史研究者の間ではデュメジルの説を無視するか否定するものが多い。ただしギリシア神話の輸入以前からローマに独自の神話があったことは間違いない。ローマ人は紀元前6世紀から ギリシアの影響を受けて、ローマ古来の神々をギリシア神話の神々と統一しする、いわゆるギリシア語への翻訳が行われた。その結果、下記の主な神々の欄に記したように、ローマ固有の神に対応するギリシアの神が決まっていったのである。さらに、ギリシア神話の物語を積極的にローマ神話へ取り入れたため、ローマ神話はギリシア神話と 密接な関係を持つようになった。紀元前3世紀末、クイントゥス・ファビウス・ピクトルが初めてギリシア語で詳細なローマの起源に関する物語、年代記を書いた。彼以降、ローマの創建者はロームルスとされる。アウグストゥスの時代になると、ウェルギリウスやオイディウスらにより、ローマ神話は文学にまで昇華した。ローマ神話の神明は、 近代西洋諸語の天体名、曜日名、月名などに広く取り入れられている。日本語では、英語発音をカタカナ表記にしたものが多く使われる。ため、括弧内に、一般的な多言語由来の故障を併記。2、相当とあるのは、ギリシア神話との間で、同一視されている神。D. コンセンテスを参照。ありがとうございます。